画とかやってるんですか、YouTube で。うん、まあ、だいたい旅行動画なんですけど、まあ、旅行というか、なんか面白いこと。面白い。あで特に、こういう経験が外国人にはあまり知らないので。どういうことですか、こういう経験。なんか、パーソナルバーバーショップですよね。 あまりないないでしょ。ないんですか、まあ、海外は。まあ、ない、ない。へぇ、向こうでヘアカットするのはだいたいお金はいくらくらいですか。向こうってどこですか。あ、私はインドネシアから来たので、で、彼はブラジルから。ブラジルから来ました。はい。ブラジルでは、はい、ちょっとお店にもよりますか、値段は。値段は、1000円1000円ごろでも、ブラジル人は、賃金が、賃金、はい、賃金 What do you mean? Salary 賃金、やばい、賃金、賃金じゃなくて、給料、はい、給料は、ちょっと、あ、いつも小さい、安い、はい、だから、ヘアカットはもっと高い、もう、comparing to、can you translate that comparing to、you know、general price?Oh, do you mean the salary for the barber is so small? No. It's like 50... 1000 yen. 1000 yen. Brazilians get less payment, so it's more expensive comparatively. Oh, 一般的の給料が安いから、なんか今の1000円だと結構高いと思います。1000円がちょっと高め。はい。向こう、ブラジルでは。そう。へー。だからここに、まあ、日本と比べるとまあ多分安いだと思いますけど、じゃあ、まあ、ブラジル人から見ると高いよね。結構高い値段になるんですね。そう。でインドネシアには安いところもあって、はい、高いところもあります。両方あります。両方あります。それは結構すごく差がすごくあります。差がすごくあります。へえ。安いのは多分100円。100円。そう、ヘアカット。マジ？ヘアカットだけ。で、こういう立派なサロンだったら1100円ぐらい。10倍するんだ。まあ3000までもありますけど、それはもう超高いところ。値段差が結構、いや結構じゃなくてすごくありますよ、ね、すごくありますね。金持ち人のところですね。そうですね。お名前は、あ、アントニオです。アントニオさん。でも、あ、トニーと呼んでもいいですか。トニー。トニートニーは何年ぐらいこう日本に来て。1年ぐらい、1年間、はい、ぐらい、はい、1年くらい、11月に、うん、1年間です。1年すごい。でも日本語が全然喋れてる。上手。ありがとうございます。でも、よく勉強します。今漢字が少ない、わかります。漢字勉強してますか。漢字は、はい、でも200、300だけわかります。いや、でもそれだけわかればすごいと思います。すごい。多分日本人でもそこまで分かってる。まあ今のところは喋れるは喋れるけど、うん、あ、書いたりとか書けるは書けないかな。書けないですね。難しいですもんね。そう、読み書きは。そう、読み書きは難しい。はい、特に漢字がいっぱいので。そう。コンピューターが、
使わない、ひらがな書くと、はい、スジェスチョンします。スジェスチョン？ああ、なんか検索する。検索じゃなくて、例えば、ね、払いますと書こうとすると、はい、漢字は分からなくても出てきますよね。はい、あそういうことですね。そういうことです。辞書をよく見ます。あ、素晴らしい。でも、難しいですよね。辞書、そうですね、難しいですね、日本語、漢字は特に。はい、確かに。で、英語で喋ってみたら英語僕喋れないです え、全くですか。いや、全くだと思わないですけど。全くではないですけど、なんとなく言ってることはリスニングはちょっと、でも言い返せない。スピーキングはそう、難しい、難しいですね。文法はちょっと違う、とても違う。特にそのブラジルのアクセントは、ブラジル、ポルトガル語ですよね。ポルトガル、はい、そうです。すごいなんか日本にはない発音が多分いっぱい、発音、イントネーションがすごくいっぱい。そんなことないですか？ないと思います。イントネーションは難しい。例えば秋田県、秋田県、はい、犬と県、県、いや全然わかんないです秋田県。でも、イントネーションは私はフラット、フラット、フラットで話します。わからない、難しいね。でもポルトガル語ではどういえばポルトガル語とか、How do you say diacritic in Japanese X?The things over the Roma G. Furigana? No, it's over Roma G. I have shown Roma G? This weird symbols that have like the little snake and the... Ah! What to say? I can show him. Okay, thank you. Like something like O with a little snake above, right? Yeah. There are also these words. For example, O and...なんかそういう、これはわかんないですけど、イントネーションです。この上のやつ、そうそう、グニューとか、そう、あれはイントネーションの、はい、マーク、マーク、はい。例えばちょっとヘビみたいなもの、はい、普通な O は O、O、でも上のヘビがあります。はい。はオン。オン。オン。おお、なんか読み方は違いますよね。違います。でもイントネーションはわかりやすいですから、でも勉強するときにはちょっと難しい。日本語にない。イントネーションだから難しいですよね、すごく。フランス語もそう、フレンチもそうだし、はい、なんか「フォッ」とかよくわからないです。全然わかんないですレコアさんそういうなんかこうすごくなんか難しいような気がします、日本人には。インドネシア語にはイントネーションは特にないから。ないですか？ないです。ない、ここもちょっと切っちゃおう。なんかこうするとヒットラーみたいです やばい、やばい今編集してるところが、編集している動画もあって、はい、それ1から
って聞いたことありますか？ワンカラー。ワンカラー。ワンカラーって何ですか？一人のカラオケボックス。あ、人から？ワンカラー、あの一人でカラオケボックス入る。で、そのところ、その名前はワンカラーっていうんです。あ、ワンカラー。へえ。で、先週行って、今その動画を編集しています。で、一人でカラオケ行って歌って。そう。あと料金はどれくらいかかるとか。すごい。で、インドネシアにはこういうところが全然ないので、こういうところ、あ、カラオケ、カラオケはありますか？カラオケはありますけど、あ、一人でのカラオケはない。日本だけじゃないですか、一人のカラオケは。そうだと思います。ブラジルではカラオケはとても違う。レストラン の中に。そうそうそう。レストラン。How do you say it? Literally in the middle. え、なんて言えばいいんですかね。日本にもありますよね。パブ。パブ。スナック。はい、パブ。そうそうそう。日本だと、多分。パブ。飲みながら。飲みながら歌います。そう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 。はい。でもそれパブとかですか？女の子がいるお店。でもブラジルでは、そのタイプだけあります。日本の日本っぽいカラオケがありませんと思います。日本みたいな、日本に。で、カラオケ like in Japan。ああ。日本の普通のカラオケはない。ない。へえ。パブのスタイルがだけあります。Oh, really? Yes. So you don't have like 歌広場、招きの子の。São Paulo tá bom, tá bom São Paulo de Arimas. でも他の町ないと思います。大きい町だけ。日系人が多いありますから。そっか、サンパウロが一番日系人は多い。はい、そうです。お、日本語の新聞、日本語の新聞え、日本語で書いた新聞がありましたけど、でも異性日系人が、はい、ほとんど死んだと思います。ほとんど mostly most of 大体 most of them have already died。 大体死んだと。あ、もう死んでる。はい、と思います。だから2世3世が、日本語ちょっと分かりないですから、新聞は、closing？ もうやめる。なくなった？そう、はい。もうやってない。やってない。やってない。へえ。おお。そういうこともある。あれって日本系のブラジル人かな？うん。そうそうそう。なんかいつだった？昔？祖母。日本人がブラジルに、はい、行ってですよね。そう、はい。200万日系人があります。サンパウロで。多いですね、やっぱり。じゃあ多いブラジルにはその日本料理のお店はありますか？あんまない。あります。でも全然違う。後で見せます。全然違う。寿司は寿司の中にクリームチーズがいっぱい。寿司の中に、の中に、の中に、はい、いっぱいクリームチーズ。クリームチーズ、はい。想像できました。いちごの寿司がいちごの寿司があります。キウイの寿司が、すごいトロピカルな。トロピカルな。でも私はこの寿司、お、
ヘンツヒがあまり好きじゃない。カリフォルニア。カリフォルニアルールがもうあります。はい。あ、そうですね。アメリカの声ですね。あ、カリフォルニアロールって聞いたことありますか？あります。食べたことはないです。あ、日本には売ってないですよね。あってないと思う。でも好きな人は多分いると思いますけどね。どうかな。パチンコはやらない方がいいですよ。絶対。お金いっぱい使っちゃいますからね。はい。大変ですよ。Kevin, how would you say like money wasting machine? お金を無駄にするマシン。そう。もうまさにその通り。勝利確率はそんなに低いですか？勝利というか当たる確率。当たる確率はなんか僕も詳しくないですけど、うん、機械によっていろいろ当たる機械と外れの機械がある。じゃあ競馬と比べるとうーん同じくらいですか？でもパチンコはデータ、うん、毎日のデータを見て出る当たる当たらないが分かる人はいっぱいいます。ギャンブラーはギャンブラーはね。でインドネシアは全然ないでしょ。ないんですか？禁止されてるから。あ、そうなんですね、うん、もう全然ダメ。全然ダメ。競馬もダメです。じゃあそういうこうギャンブルはもう一切ない。そう、基本的にはギャンブルは禁止されてる。ブラジルではそのことは犯罪です。犯罪なんですか？はい。ギャンブルするは犯罪です。ダメ。でもあります。あるんですか？あ、悪い人たち。確かにその裏ギャンブル、はい、もちろんありますけどね。犯罪者の、はい、そう。ブラジルとか怖そうですよね。なんかこうすごくあんまりニュースとかそう日本の番組とか結構サンパウロとかそのブラジルの事件とかを世界の事件を流す番組がたまにあったりするんです。ああ、でブラジルはブラジルもね絶対出ます。絶対出ますでもそうです。ブラジルの海とかすごく気持ちよさそう、はい、広いし、はい、広い、はい。でもリオデジャネイロは世界でリオデジャネイロは世界では一番有名と思います。あ、そうですね、確かにリオデジャネイロは。でもフォルタレーザの海は一番綺麗、うん、と思います。どこの海ですか？これはちょっとブラジルリオはちょっと 南に、あります、はい。フォルタレーザはちょっと北の方あります。だから海はちょっともっと暑い、暖かい。でも、how is wave? Forgot how is wave? 波は、もっと強い。ああ、でもサーフィンとかすごく有名ですよね、ブラジルも。今、ノースタイリング。かっこいい。Do you like it? はい。長さも OK、大丈夫です。OK。ちょっと待ってくださいね。じゃあ足を下ろして、そう。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ頭をここに。そう。ありがとうございます。じゃあちょっと流します。
いい匂いですよね。これが男性、男の人にすごく人気です、この匂い。確かに、いい匂い。It feels good, right? Using hot towel. 気持ちいい。気持ちいい。あ、ごめんなさい。あ、あれジェルですね。これはポマード。ポマード。おお。このポマドはどこで買えますか？これはもうネットか、ここでも前売ったんですけども、今もう全部売れ切れちゃって。すごいすごい。日本の多分一番今有名なバーバーショップのオリジナル。ああ、オリジナル、オリジナルのポマドです。すごい。その1個はどれぐらいかかりますか？一つで2,500円。このこの感じ、結構でっかいですね。結構でっかいです。結構いっぱい入ってる。いっぱい、うん、そんなにいっぱいつけ量はつけないからいいかもしれないですけどね。たまりの時だ。私はポーマードをつけたことないから全然どういう感じかわかんないです。で、今日が2600円になります。はい。 So how do you feel about it? Very good. And how do you feel about the price? So you paid like 2,600, right? Yes. Exactly, I mean. This is about 2 to 3 times what you would pay for regular haircut, closer to 2. Yeah, 2 times maybe. But you have exclusivity, no one will you know, interrupt, there will be no noise. And for people that don't like to be seen, while they, maybe people will shy, don't know, don't want to be seen, it's perfect because there are no other people. In this case, there was only Kevin because he took me here, so. But I think it's well worth the price for the quality of the haircut and the attention treatment, because it's not only a barbershop, but he basically did like hairstylist, because he was giving tips. I asked him what he thought he was better and he would cut to do it. And he likes to talk, right? Yes, and he loves to talk. If you want to train your Japanese here without feeling judged, you can come. And if you see it from the barber's perspective, he doesn't make that much actually, because if you compare it to QB House, they get 1,200 for 20 minutes, but here he gets only 2,600 for one hour. Yeah. So, yeah. Well, if you see only the price, it's expensive if you compare it to QB House. But if you divide it by the time, it's cheaper. Yep. The thing is, the client feels more special because you have all the attention of the barber. And the thing is, he washes your hair, and if you want, he still puts pomade in your free. For free. So yeah, in the end, he's probably making less than other barber shops, or haircut salon, depending how you prefer to call it. But well. So in the end, it was a good experience, right? Yes. Okay. That's all.